57年っていうあの歴史を経て、そのスタイルが少しずつ確立されてきた。積極的に自分を出す演技をするということが恐れなくなってきた。踊りを通して自分のアイディアとか自分の思ってること、2時間の中でわーって打ち出せるわけ。そうするとすごく快感を覚えるの。技術もちろん高くなってるけど、技術だけじゃ作品にならないので、そういうことは一番大切だと思いますね。外国のものをやってるっていうことじゃなくて、ダンサーもそうだし観客もそのバレエっていうものが染み込んで、これは普通のもの、特殊なものじゃないっていうことになってほしいですね。私の大事な仕事場でもあり、私の本当に大好きな場所です。自分の夢を追いかける場所でもあり、お客さんに夢を与える場所でもあり。プロのダンサーの集団だと思いますし、また、家族のようでもありますね。古いものを大事にしながら新しいものも取り入れつつっていう、そういうところがすごい今の時代にすごい合っているって私は感じています。点数とかそういうはっきりした結果が出るものではないじゃないですか。ここまででいいっていうのがやっぱ突き詰めていったらないので、それがいいところでもあり、逆に言ったら嫌なところでもあるんですけど、どこまでやったらいいのかみたいな。やっているとしんどくて、でもしんどいけど楽しくてっていう、この両方の思いがいつも同時にあるというか、厳しいリハーサルがあって、本番終わった後のお客様に拍手をいただけることが僕にとってすごく喜びと共に達成感も味わえるので、僕はその瞬間踊っててよかったなと思います。インスピレーションを与えられるような存在でいたいなと、自分だけのものっていうのをちゃんと打ち出していけたらなと思っています。